ああやって照れて笑うんが可愛いやんか。まあね、真剣にはやってほしいけど。じゃない、うん、足引っ張ってたわ明らかに、うん、だったらさ真剣にやんないとさ。じゃ真剣にやってたじゃないですか。グズグズサリナを見かねた大久保、本気で怒っちゃいました。やっぱりああやって笑っちゃうとちょっとね、みんななんかやりきることが最低限だと思う。なんかちょっと違ったかもね、うん。まあもういいんじゃない。でも、まあ、もういいんじゃないですか。うん、もういいけどちょっと、うん、サリナさん来てくれるのは嬉しいけどさ、なんかもうちょっとなんていうの、みんな一生懸命やってるから。じゃあ私も一生懸命やったんですよ。まあまあまあもちろん。いやそんなん知らんから、私そんなんこういうの言ってくださいって言ってやるタイプだからさ、そんなん可愛いのやって。いや違う、みんな違う、自分で考えてるのよこれ意外と。うん、分かんないですよそんなん。いや分かんないってもう芸歴何年よ。27年ですけど、うん、ねえ。ここで一旦収録を止めるスタッフ。いやいやいや、うん、いやいやいや、なんか全然来てくれるのは嬉しいけどねえ、なんかあんまり分かってないか、自分のなんかやってたこと。いやそんなことないですよ、分かってないとかはないですけど。終わってからでいいんじゃん。いや全然、まあそっか、見えてないか自分のことがあんまり。なんかいやそんなことないですけど。ちょっと苦しいから一回、ちょっと苦しくなっちゃった、はい、うん、すみません苦しくなっちゃったから、うん、ごめんなさい。なんかちょっとすぐ戻ります、すみません。バラエティを長年やってきたからこそ、不甲斐ないサリナに大久保は怒りを爆発させたのだった。最悪の空気のまま取り残されるマスカッツ。最後の振りだけで、はい、突然それ取って終わろう。突然俺思いがけない二人の衝突にバラエティの難しさをひしひしと感じるメンバーたち。なんか締めだけ取る。番組を成立させるため大久保、サリナ抜きで締めを取ることに。最短まで5秒前、4、3、2、1。